はい、どうもこんにちは。いつもこのチャンネルご覧いただきありがとうございます。ドラゴンです。今日はですね、七フラ開いたら、なんと、新しい武将が来てますね。しかも星7ですよ。これは引くしかないでしょう。っていうところで、今回引いていこうと思います。祖軍の、大将軍の、官名さんという、そういった、将軍さんですね。この人、誰かに似てねーと思って。あのね、〇〇の剣の、あの人に似てるなって。めっちゃ似てる、これ、本当に。山のなんちゃらさんよ。似すぎ。いやー、あの人もね、結構剛腕なイメージがあったんですけど、めちゃめちゃ力強いけど優しいみたいな。そういうイメージあったんですよ。この人はどうなのかな？僕、ちょっとこの人、まだ、アニメでぼちぼち、見ていってる状況なんですけど、とにかく強そうだよね。とにかく強そう。能力を見てみようと思うけど、一応能力はこんな感じ。はい、能力がですね、まず対象技能が、自軍プラス、その必殺ゲージアップ、攻撃力アップ。これは使えますね。あ、対処方向複数広範囲攻撃って。しかも強力な攻撃だから、これめっちゃ強いんじゃないですか？星7なんで。火力もありそうですね。かつ、結構巻き込みダメージをかわせるというところで。で、あとは、戦略技能とかがね、範囲内の敵に対して最大 HP に対する割合ダメージ。なので、白壁とかと同じような感じかな。それを大戦略戦でかませるという感じでしょうね。強いんではないでしょうか。結構祖軍の武将を持たれてる方とかはね、この人、結構欲しいんじゃないですかね。対象候補でしょうね、間違いなく。個人技能も、被害無効をつけれると。何回か自軍被害無効なんで、星7衛星みたいな感じでしょうね。そんな技能と似てるのかなと思ってます。祖軍の、リーダー格筆頭候補でしょう。はい。ではね、早速、今回はね、80連引いていこうかなと思います。まあ一応ね、今のところ予定はこれだけですね。僕、祖軍の武将それだけ持ってるっていうわけでもないし、一応80連予定でいきます。はい、てな感じで引いていきましょうかね、早速。さあ、引きたいね、でもね。これ引けたら、いいね。さあ、やってくぜ。引いてくぜ。おし！さあ、黒高いよ、いきなり。変わっていいよ、変わっていいよ、こっから。変わるよ、変わるよ。さあ、来い。さあ、こっから奇跡よ、これ。虹色みたいね。レインボーみたいね。頼む、山の丸々。来い。怪力、勘弁。さあ、まあでもね、見た感じマジで強そうだよね。本当に。俺もちょっと勘弁みたいに、ゴリゴリ鍛えたいね。なんか、俺ああいう剛腕キャラってね、結構キャラクターでは好きなんだよ。うん、憧れがあるっていうか、本当に。だから今もちょっと筋トレして、七フラ開いたんだけど、それからね、聞いたら、開いたら星じゃなき取ったけんね。マジでびっくりした。お、バックコシンは持ってたね、そういえば。おお、びっくりした。星6ダブ。いきなり再三、なんやろ。幸先のいいスタート。そうそう、幸先のいいスタート。それは出なかった、言葉が。こうちゃんね、いいね。よいしょ。はい、さあ、20連目、いきたいなと思います。さあ、頼むぜ。勘弁来い！ Hey, come on, come on! Hey, come on, come on! Hey, come on, come on! さあ、来い！さあ、こっから変われ。変わるよ。変われ！レインボー！ Hey, come on, レインボー！ ああ、くそ！来ねえなあ。さあ、レインボー待ちだよ、レインボー待ち。レインボー背景待ちだよ。まあ、この星の長者はね、何度今まで飲み込まれてきたことが。それでね、星7がね、次来たらね、引くって宣言してたんですけど、そこからね、ちょっと、一生貯めてたわけですよ、ずーっと。まあ、前回リボックかな？リボックが出た時から、ちょっと星7に向けて、一生貯めてたんですけど、リボック引いた後からね、400個頑張って貯めたから、ね、ちょっと、
いや、貯めたっつうのは嘘やけど、ちょっと魔法使ったけど、まあ、でもね、280ぐらいは貯めてたんですよ。マジで、これはマジで。なので、引きたい。とりあえず引きたい。いやー、もうこんなんマジでテンション下がるよ、この。何も、ノーマル、ノーマル。変わってくれたらいいけど、こうやって。レインボーに変わらんねー。いや、マジ変わらんねー、ほんとに。で、一応、まあ、そうだな、ライブでもやろうと思ったんですけど、ちょっと明日仕事やし、まあ、この動画、まあ、今日の夜遅いになると思うんですよ。あげるとしても。だから、どっちにしろ、ちょっと、皆さんに見ていただけるのは、夜遅いになるかな、という感じで。はい。まあ、どうせならね、ちょっと、しっかりと編集して、バチッと編集してね、出したかったんで、すいません、今回はライブはなしで、やっていこうかなと思いました。まあでも星7だからね、結構惹かれてる方多いんじゃないかなと思いますけどね。まあ早速ね、他の YouTuber の方もね、ライブされておりましたが、その時間帯はね、他の YouTuber の方のライブをね、楽しんでいただいて、その後はね、ぜひとも僕の動画をね、見ていただけたらなと思っております。爆死になるか、神引きになるか、どうなるかわかりませんが、少しでも皆さんが楽しんでいただけたらなと、それが一番だと思っております。はい。はい、さてさて、何十連目今 ?50 連目か。ちょっとデモ画面戻ります。はい。デモ画面戻って、ちょっとね、裏技を。デモ押し作戦。ちょっと綺麗にね、報酬をね、回収してから、そっからね、引いていこうかなと思います。これもね、オカルトですけど、あやかりたいんで。とにかく引きたいんですよ、どんな手使ってでも。この80連目引ってんすよ、俺は。なので、頼むぜ!とにかくあなたが出てくれたらいいんだ、勘弁。頼ますぜ!さあ、来い!変われ!よっしゃ、来た!来たよ、来たよ!やったよ!すごい!お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 い!変われや!変われや!マジで。くそ。さあ、どうなる?来いや、はい来いや、はい出てこいや、さあ出てこいや、奇跡起これや、頼む、変われ、くそー、変われっつうか副官じゃねえけどな、副官でもなんか星6望んでるよ俺、さあ、来い、でかいの来い、だ、キャッシャー、調理そう。これ、チョリソーやん、チョリソー。しかもノーマルチョリソー?マジか。ノーマルチョリソー。チョリソー来たってことはなんかあれやな、怪しいな。さあ。坊ちゃん兵めっちゃ出るね。はい。いいでしょう。続いて、60連目ですね。はい、60連目。引いていきますよ。あと、30連。ダイーダメだこれ。飛ばすしかねえ、これは。何気に星52体出とうけど。わー、ダメだろ。あら、望めねえよ。もう一回バナ入ろう。流れが悪い、流れが。あと20連なんだよ。さあ、あと20連勝負だ。勝負だ勘弁さごえ。来いよ、頼むよ。来いよ。いいから来いよ。おとなしく出ろよ。おし、きた。さあ、こっから変わるよ。変わるよ。変わるよ。変わるや。変わるや、おい。あー、くそー。マジでね。いや、星7辛いね。やっぱ相変わらず。これ闇リセット以上だからね。この辛さは。散々やられてきたからね。どんだけ魔法かけてきたと思ってんだ、運営ちゃんよ。さあ。どいおほーノーマルやめるよ。そろそろノーマルやめる。よし海岸王全然じゃねえ。いや、今海岸王欲しいんじゃねえけどね。海岸王の能力見てる暇じゃないけど。さあ、海岸王出てくれたね。これニューキャラだからね。これは嬉しいよ。よし、これは収穫。お、何気に次でラストか。これラストや。
頼むぜ。ラスト80連目。うわー、最後激渋。いや、お、変わってくれるか。変われ、そっから2段階アップ、2段階勝つよ。いやー、マジっすか。いや、マジっすか。くそったれが出ねえな。まあ仕方ないね、これは。仕方ない。仕方がないとしか言いようがない。本当に。皆さんもちょっと要注意で。僕今石400個溶けました。皆さんもちょっと注意してください。このガチャは。マジで危険ですから。はい。深追いは、計画的にって感じで、よろしくお願いします。はい。まあ注意喚起できたかなって感じですね。まあ、最後に、一応ね、印ガシャが残ってたらやっていこうと思います。はい。まあ、残ってるかな、ちょっとわかんねえけど。感銘出ねえな、欲しかった、でも。まあ、いいでしょう。まあ、それこそ23日からね、合唱戦もあるし、そこでね、もらえたらいいかなと思います。さあ、印ガシャ。はい、ゴッ、バリーン。まあ、というふうな感じでね、コメント欄からちょっとね、皆さん、感銘ガシャの、結果、教えていただけたらと思いますので、よろしくね。うおー、びっくりした交渉びっくりしたというふうな感じで、はい、今回もご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、ガシャ深追いしちゃダメよ。おやすみなさい。